どうもこんにちは、鈴川彩子です。ひたちです。かわいい今日は鉄おさんの企画でじゃじゃーん踏切。そう、こんな素敵な踏切をみんなで作りたいと思います。こちらね、鉄おさんにね、見本として作っていただいたんですが、リアルだと思いませんかね。でもこれ実はとっても身近な、ね、100円ショップなんかでも手に入る材料で作られてるんです。じゃじゃん、それがよいしょ、こちら、よいしょ、こんな感じで基本的なこのね、踏切のメガネにしてる黄色と黒のテープ、踏切カラーだね、うん、でさ、ここのさ、真ん中のさ、この真ん中の一番メインのこの棒の部分ってさ、何でできてると思う？割り箸。お、ピンポーン。こんな割り箸、いろいろね、お店でもらえたり買ったりもできますね。割り箸が実はここの真ん中の棒、そこをこの黄色とね、黒のテープでぐるぐる巻いてあります。で、ここ、この警報灯の部分、こちらもね、100円ショップなんかで買うことができるこの携帯用のミニボトル、ワンタッチボトルのさ、うん、この部分なんか似てると思わない、うん、土台の部分も何かのキャップが、そう、キャップに見えるけど実はこんな感じのマヨカップ。そう、マヨカップ、ソースとかをね、入れるようにお弁当とかに入れる時のこのちっちゃいカップ、これも100円ショップで手に入ります。これはちょうど色も黒だし、うん、色も黒だし、いっぱい入ってる、うん、で、これがもう並べてみて、そのまま土台横に並べるとね、そのまんま、本当にだから簡単な材料でね、作られております。これなんだ、うん、この食感はストロー。 お正解、じゃじゃん、こちら黒いストローに黄色いテープが巻かれております。これね、箱の部分ですね、いろいろこの包案、いろいろ機械が入ってるこの箱の部分とかはもう段ボールとかね、身近なちょっとしたね、こう紙、硬い紙、厚紙なんかで作られていて、ここだけちょっと割りピンっていうね、こういう、見たことあるかな、先が刺してからここがね、2つに割れるようになっているピンでね、うん、こういうので止めてあります。針じゃない、そう、針じゃないの、画鋲でもないね。じゃあ早速私たちで同じものをね、作っていきたいと思います。じゃあまずは一番最初、こちら割り箸、同じものを2本使います。これを2つをこう向かい合わせにして、これを黄色と黒のテープでいい感じにね、ぐるぐる巻いて1本にしたいと思います。お、すごい上手いいよいいよ、そうそうそう、ちゃんと黄色が重なるようにね、そう、じゃあここハサミで切ります。ちょっと危ない、危ない、うん、ありがとう、はい、いい感じで黄色だ全部。そうだよ、最初ぐる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 黄色で今ね巻いただけで、じゃあここに黒でこのね、なんとなく同じぐらいの幅になるように最初にここ、この上の部分を閉じちゃいます。これでよいしょ、もう先に切っちゃってもいいね、黒を巻くときは、そう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 、うん、ちょっとピンと張ってね、そう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 、上手上手、しわくちゃになんないようにピンとしながら、そう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 、これでもいけるんだ、うん、わあ、踏み切りだだんだんできてきた、できました、できました、この真ん中のね、支柱の部分かな、うん、ね、ができました。で、まあ、今下まではやってないんだけど、このカップにね、ぐさっと刺しちゃうので、刺してからね、またここ固定したりで調整したいと思います。カッターでここに十字とかにちょっと切り込みを入れて、上から割り箸を刺して、その周りをまたテープでね、補強する感じになります。さあ、こんな感じで穴を開きました。じゃあちーくん、ここにぐさっと太い方を、うん、せーの、ぐさっ、お、いけました。で、まだこれじゃちょっとグラグラしちゃうから、テープで止めて固定したいと思います。あとでまたね、ぐるぐる巻きにしていきます。
うん、こんな感じ。今こっち側とこっち側こうベタベタと貼っただけ。じゃあ続いて先に遮断管の方をやっていきたいと思いますが、うん、まあ、今回ね黒いストローが手に入ったのでこの上から黄色いテープを巻くだけにしたいと思いますが、まあ、普通のね白とか透明のストローでもこちらねどうせ黄色と黒のテープを用意するので、黄色と黒を交互にね重ねて巻いていってもいいと思います。ちょっとじゃあまず最初にこのストローの曲がる部分に黄色を貼っちゃいます。そうするとね固定されるので同じ位置でね、同じ位置で、そうそうそう、なるべくね。よいしょ、できました。いいじゃん、いいね。まあ多少ねちょっとね感覚とかはみ出たりっていうのは全然手作りなので OK です。さあ今ですねこちらのこのね遮断管のところのこの箱のボックスの部分を作っていますが、まあ何でもいいので段ボールとかですねのところにこんな感じで箱の展開図、いわゆるねもう本当に一般的なこのね展開図今書いて、ここをね今切り取ってちっちゃい箱を、まあ、ここはある程度こう自立して安定感がね取れるようであれば大きさとかは特に自由でいいと思います。大変だよ、出たかな、おお、よいしょ、お切れました。こんな感じです。それを四角にするの？うん、そう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 。で最後ここが蓋になりますよ。おーできたー、どれ、うわー押さえて押さえてまだ止めてないからね。あとででもほらテープで巻いてぐるぐるにしちゃうから多少はね全然大丈夫です。さあ続いてこちらの警報灯の方をね加工していきたいと思います。トラベルグッズで販売されているようなこうちっちゃいねボトル容器ですね。でこれで大事なのがすごくこのボトルの部分が柔らかい素材のもの、ね、あのすごい本当プラスチックのすごく硬いやつっていうのも似たようなねものでたくさん出てるんですが、できるだけここカッターとかハサミで切ることになるので柔らかいものがおすすめです。目印が完成しそう、うん、まあ大体ねちょっとねこう後をつなんとなく目印をちょっとただここ本当に危ないので大人の方がよいしょ切っていく感じでお願いします。よいしょ、よし。で次蓋ですね。この蓋の部分はこの上の本当に蓋の部分だけ使います。なのでこの本体から本体というか上の下の部分と切り離しちゃいます。よいしょ、ここはねニッパとかあれば切りやすいですけど全然普通にハサミでも切れちゃいます。形としてはこうですねここをもう無理やりよいしょこんな感じで、この接続部分は接着剤とかボンドでくっつけます。まずここ穴をちょっと一箇所このね針金というかここつなげるためのね穴を開けますので、それはまあちょっと千枚通しというか切りみたいなものでね開けられたらいいかなと思います。さあこんな感じで警報灯ができました。今回はねあの塗料をお借りして塗ってみました。こんな感じで、でも全然セロファン巻いたりとか絵の具でもいいと思いますしね、テープでもいいしペンでもいいし、とにかく何でもいけると思います。さあそしてこの警報灯を支える部分なんですが、じゃじゃん、こんなこれもね手軽に身近に手に入る大きめのちょっとクリップもしくは普通のサイズでもいいですが、この針金を伸ばしてですね、でちょっとこう形を整えてみたのがこちらでございます本当にいい感じじゃない。これをねもう本当ここぐさっと刺していけるので、でここ一応真ん中にちょっと統一感出すように黒でねテープを巻きたいと思います。こんな感じで巻けました。これを先ほど作った毛布にもうぐさっとね刺してよいしょ固定します。こんな感じ。さあ今私は上のねこの踏み切りのバッテンの部分ですね、警報板かな交差板かなを作っています。これもよいしょさっきと同様に、さっきのあのボックス作った時と同じようにですね、ちょっと厚紙とかお家にある段ボールに、この線を引いてねよいしょ作ってます。だいたい今長さ縦の一番長い部分の長さ8センチでやってみました。
よいしょ、こんな感じで2個作ります。2本ですね。で、またテープを巻いて色をね、つけます。ちょっとこの踏み切りね、このバッテンの部分ですが、真ん中だけ実はね、ちょっとね、この黒のテープですね、黒い部分の形がひし形みたいになってます。なので、まあこう2本作って重ねてから、よいしょ、この向きでやるといい感じに、このね、下の板に合わせてこうね、貼っていくといい感じにできます。こちら箱ですね、黄色いテープをぐるぐる巻きにしました。まあ裏はね、黒でも、ここはもうちょっとお好みでっていう感じですかね。で、ここにこのね、斜め線、黒のテープで斜めの線をしましま模様になるようにやっていきます。よく下をギリギリにして、上は向こう側にも渡れるように、こんな感じで、また続きからこっちにっていう感じですね。さあ、今こんな感じで準備ができました。黒のテープね、ちょっとまあここは雰囲気でね、なんとなくしましまになるようにちょっとずれてたりするけど、まあそこは大丈夫です。で、こちらのストロー部分ですね、ちょっといい？そう、今ね、穴を開けました。ここがまあボックスで、ここにね、こう固定するんですが、ここストロー一番下までやっちゃうと曲げらなくなっちゃいますね、稼働しなくなっちゃうので、ちょっとストロー浮かせたぐらいに、このストローと箱に穴を開けます。で、今箱に穴が3つ開いてます。ストロー用の穴の他に2つ開いてるんですが、これはね、このストロー遮断管がこうね、息吸うぐる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 回らないようにするためのストッパー的な感じで、この割りピンを入れようと思ってるので、うん、まあ最悪この残りの2つ、周りの2つはなくても大丈夫です。ストッパーはね、まず、うん、そうそう、出しちゃいます。こんな感じです。え、まあ、で、これをこの真ん中、真ん中の穴、よいしょ、ここ、うん、ぐさっとそのまま、せーの、お、いけました。ちくんがいけま、お、ここ曲がらないように、さあ、今終わりましたよ。カン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 、おー、どうやってつけた？うん、ここ中、足を開いただけ、よいしょ、これで遮断管がつきました。まあ、ストッパーをつけたければ、よいしょ、残りのね、まあ、2つなり1つなり、よいしょ、リピンだけつけると、よいしょ、ここでね、ほら、ここでこのピンにぶつかって、よいしょ、ちょっと出してでもいいかな、ぶつかって、これ以上は降りないようになります。この警報灯の部分ですね、こんな感じでできましたので、ここを黒いテープで黒いとこにつけていきます。あとは支柱にね、この板と警報灯をつけていきます。この定規、うん、こんな感じです。ここら辺？ちくん、どこら辺にする？そこ、ここ。オリジナルミニ踏切が完成できました。すごい。材料は本当にね、100円ショップとか身近なものほとんどですが、うん、上にカン、これが通常、カン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 、まもなく馬が通ります、軽車両、ウィーン、カン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 、いいね、すごいじゃん、ね、もう結構本当に、まあいろいろね、大人がやるね、あのカッターとか使う部分もありますが、それでも親子で一緒に楽しく作ることができちゃいます。そう、これはね、光らないようになってます。さあ、カン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 、おー、あー、総武快速横須賀線、あ、カン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 、あ、京成のスカイライナーだー、通過して、ウィーン、いいねー、あ、カン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 、タイミングタイミング、ウィーン、あ、あ、あれ？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 この音は、あれ？心じゃないよね